皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。そして B レジェンド大林です。はい、今回は EG バーを使ったトライセップエクステンションを、紹介していきたいと思います。鍛えられる部位なんですが、上腕三頭筋、二の腕ですね。男性だと、太い二の腕、女性だと、二の腕引き締め効果がある種目です。それでは、種目解説していきます。まずは、シートに腰をかけてもらって、ももの辺りにイージーバー置いておきます。でそのまま横になりましょう。はい、で上で構えます。今回紹介する方法は、このイージーバーをおでこの辺りに下ろす動作です。でそうです、上げます。動作としては、こんな感じで、おでこの位置に下ろすんですが、おでこぶつけちゃうと危ないです。寸止めくらいで、行いましょう。終わる際は、膝を持っていただいた方が、戻りやすいかなと。はい、これが一連の流れです。ポイントです。まず先ほどはおでこのあたりに、バーを下ろす動作をご紹介しましたが、上腕三頭筋の内側、腸頭と言われる部分に刺激を入れたい場合、おでこではなくて少し肘を持ち上げるようにして、頭のてっぺんから後ろ側の方にバーを当てるような感じで下ろす、そして戻す、こういう動作をしていただきますと、上腕三頭筋の腸頭に刺激が入ります。ただこれあまり過度に下ろしすぎますと、肩関節痛めてしまう可能性がありますので、最初は重さとしては少し、安心できる重さで挑戦していただければと思います。ポイント2つ目です。先ほど解説したおでこに下ろす方法で、あまり肘を開いてしまいますと、上腕三頭筋への刺激が弱まってしまいます。なので、できる範囲で構いませんので、肘はなるべく閉じた状態で行ってみてください。今のが、閉じれている状態、これくらいであれば OK。 ポイント3つ目です。下ろす位置がレップごとに、まちまちになったり、あとはきつくなってきて肘が開いたり閉じたり、そういう風になってくると、やはり刺激としてもすごく、まばらになってきますので、下ろす位置と肘の角度は最初に、定めたところから大きく外れないようにご注意ください。以上が、トライセップエクステンションの解説となります。ありがとうございます。